はい、今ですね、私は広島県のね、大久野島という島にいます。大久野島、ここまで来るのにどういうふうに来たかっていうと、広島県竹原市ってあるんですよ。まあここは竹原市なんですけどね、竹原市の、只見港っていう港から、こちらに渡ってきました。フェリーもしくは船でね、渡ってくるんですけど、片道310円です。大体10分少々で来るんですけどね。で、ウサギが多いことで有名な島なんです。あと毒ガスがね、製造されたということでも有名な島です。で、前見てるのが発電所跡です。これに関しては1929年にできてね、大久野島で毒ガスを製造する際にね、まあ、電力が必要になるんですよね。電力を供給していた発電所です。で、当時両方の写真に写っているディーゼル発電機が8基設置されていずれも重要燃料にしていたということですね。ただこの建物では1944年11月から1945年4月までの間ね、不合作戦に使用される風船爆弾の風船を膨らませ弱い部分を補修する、ね、作業も行われたということです。で、その風船は、まあ、動員学徒の女学生や和尚、こんにゃくのりで割らせ作っていたということですね。まあ、その当時残ってるんですけどね、まあ、ガラスは割れちゃってますけどね。ただやっぱりそのこの建物自体鉄筋コンクリートにそのまま残ってます。なかなか美しい、こういう感じで、ね、すごく、まあ、夜来たらちょっと怖いかもしれないですけどね、まあ、ぜひとも皆さんもね、大久野島っていうのを来てみるといいと思います。ウサギが好きな人は特にいいかもしれない。ウサギがいっぱいいますけどね、さっきからね。ウサちゃんたちがいっぱいいて、ウサちゃんがいっぱいいるんでね、ウサギ好きな人は多いかもしれない。ウサギがいっぱいいるんで、皆さんね、ぜひともね、ここの島来てみて面白いですよ、子供なんかも。まあ、毒ガス兵器って嘘までついて、劣等してるもの多いと言いますけどね、まあ、それはアペストしてウサギが好きな人はいいですね。